ルシタニア王国軍はマルヤム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン、ウィジンス、時に14歳。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進むのは危険そうだな。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。おお、殿下。前線に兵が十分集まりましたね。彼らをまとめ敵軍を蹴散らされてはいかがでしょう。突撃を行いましょう。さあ、ご命令を。分かった。みんな、私に続け。この戦で必ず活躍してみせます。フリーズ、そんな技を使うなんて。この程度のものは技とは申しません。ただの剣の基本動作です。ただしその基本を鍛えなければ技も威力を失います。基本をお磨きなさいませ、アルスラーン殿下。まったく、バフリーズはいつもそれだ。それでは稽古を再開しますぞ。いくつか目標を定めましたので達成してくだされ。まずは戦いの基礎をおさらいします。指示に従って彼らを倒してくだされ。なぜバフリーズは遠征に同行しなかったのだ。おかげで毎日稽古に付き合わされて散々だ。ここ王都エクバターナの守護がこたび私に与えられた任務です。殿下、これをお使いください。御身を守るのに役立つかと。タニアのみならず東方の国々もこの都を狙っておりますゆえ油断はなりませぬ。そんなに忙しいなら私に剣の稽古などつけてくれなくてもよいのに。そのような覇気のないことをおっしゃられていては立派な王になれませんぞ。
殿下は初陣もまだですから、その日に備えて剣を鍛えておきませんと。敵の基礎はできておられますが、次はこの老骨がお相手いたしましょう。こちらを献上いたします。どうぞお受け取りくだされ。さて、次はどうですかな。私は引かない。なすべきことを果たすまで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 。なすべきことを果たすまで。私は引かない。なすべきことを果たすまで。なすべきことを果たすまで。私は引かない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 。なすべきことを果たすまで。当たってくれ、今だ。いや、当たってくれ、今だ。当たってくれ、今だ。さて、次はどうですかな。私の攻撃を防いでくだされ。
父上は私には厳しい言葉しかかけてくださらない。母上には昨日も稽古の話をしたが冷たく打ち切られてしまった。うん、防御もお見事ですな。私の攻撃を避けてくだされ。さすがは殿下、良い動きでしたぞ。では応用と参りましょう。うまく敵の隙をついて攻撃すれば相手の体勢を崩せます。それでは私を相手に試してくだされ。はい、陛下は王友の誉れ高きお方ですが、それも基本をしっかり学ばれたゆえでございます。しかしそれだけで父上のようになれるとは到底思えぬよ、ファフリーズ。おお、素晴らしいですな。これで最後です。全力で私を倒してください。無茶を言うな、バフリーズ。勝てるわけがないだろう。私に勝たねば稽古は終わりませぬぞ。学んだことを発揮すればよいのです。私が立派な王となるため励み続ければ、いつかは父上も母上も認めてくださるだろうか。立派な王とは何なんだろうな。殿下、お主が鍛えてくれたおかげだ。ありがとう、バフリーズ。スルーシー、アズライール。おう、こやつらが帰ってきたということは。殿下、バフリーズ殿もおかわりありませんか。飼い主より先に殿下に帰還の挨拶とは、生意気な奴らめ。遠征ご苦労であった。皆無事だったか。当方の損害は警備にて、雄峰丸山に侵入したルシタニア軍を我がパルス軍が撃退しました。アンドラゴラス陛下のご帰還です。あ、マルズバーンカーラン様。あっちはマルズバーンクバーンシャプール様もいるぞ。父上、ご無事で何よりです。東一での戦、心配して。負けるはずもない。バフリーズ、留守の間の報告をせよ。はっ。ルシタニア兵の捕虜だ。あんな子供まで戦に出すのかい。神のために戦うってやつでしょ。リアル脱法と強化。あまりこのような場所にお近づきにならない方が。なぜだ。せっかくルシタニア人たちと話せる機会ではないか。私は聞いてみたいのだ。外の国のこと、外の人間のこと。奴隷が逃げたぞ。お前たち、これは一体。来るな。こいつを殺せ。なあ、お主、そやつを話してやってはくれないか。ならばお前が代わりに人質となり、私の逃亡を手伝え。
わかった。こっちだ、来い。行け、アルスラン王太子を探せ。協力する気はある。約束は守れ。いたぞ、あの奴隷だ。走れ、ロロマ。はしごを登って進むぞ、急げ。ここは落ちないように進む必要があるな。行くぞ。物と人が溢れかえている。ここは大陸航路の中心部だ。人々は飢えを知らずに暮らしている。奴隷が多いようだが。それはそうだ。奴隷の多さはこの国が豊かな証拠だ。やられたはまずい。ダリューン様にお伝えしろ。まだ捕まらないのか。まずいぞ、こんなことが宮殿に伝わったら。ここらで体力を回復しておきたいところだな。貴様らのように人の下に人を置く。我らが神はそのようなことは許さない。人は皆平等だ。平等。逃げ道はもうこっちしかない。やるな。このものがどうなってもいいのか。もはやここまでか。アルスラン殿下、お怪我は？大丈夫だ。なぜあの者を撃つことをお止めになったのです？いや、
つい。わかりました。私が打ち損じたことにしておきます。あの者、なぜ逃げたのだ。おとなしく奴隷になれば食べるには困らぬもの。いつか殿下が大いにご即位なされましたら、登用していただきたい我が友人がおります。その者なら殿下の疑問に答えられるかもしれません。それは誰だ。あ、いや、口が滑りました。そやつはひねくれ者ゆえ、今の話はなかったことに。なんだ思わせぶりな。しかしな、ダリュン、まだこの先何十年も父上の王位は揺るがぬだろうよ。お主の友人とやらにはしばらく会えそうにないな。だが、これより3年後、王都エクバターナは炎と血煙に包まれることとなる。パルス暦320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマリアム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン・ウィジンス、時に14歳。緊張しておいでですかな、殿下。変わらん。殿下にとって初陣ですから無理もございません。ご心配召されるな。こたびの戦はアンドラゴラス陛下自らご出陣の上、エーラン・バフリーズ殿もおられます。そして8名のマルズバーンにそれぞれ1万騎。おまけにこの先のアトロパテネ平野の地形は全て把握しております。それに引き換え、ルシタニア軍は地形に詳しくはありません。わざわざ遠い異国に墓を作りに来たようなものです。だが3年前と違い、今回パルスに助けを求める間もなくマリアムがあっさり滅ぼされたのはなぜだろう。それは分かりかねますが。アズラエール、カーラン、アズラエールの羽が湿っている。ここはこんなに晴れているのにおかしくないか。雨でも降るのか。まさかこの晴天で。初陣で尻込みしているんだろう。心配性な王子だ。もう一度偵察に行ってまいります。あ、頼むぞアズラエール。お前はキシュワードのところに戻れ。東の国境ペシャワール城塞へ。大丈夫だよ、私は大丈夫。見事に何も見えないな。王子の言った通りになってしまった。あまり本陣を離れなさるな、殿下。この霧では一度道を見失ったら大事ですぞ。この霧は味方に不利ではないのか。霧であろうと吹雪であろうと、パルス騎兵隊の突進を阻むことはできませぬ。ご心配なさるな。アンドラゴラス王が率いる我がパルス軍は腐敗であることを殿下もご存知でしょう。エーラン・バフリーズ殿、急いで本陣へ。何事か。ダリューン殿が陛下のお怒りを買って大変なことに。なんと我が甥が。ダリューンが。戦の前にそんなことでは全軍の士気に関わるではないか。すぐ行く。私も行こう。見損なったぞダリューン。そなたの口から退却などという言葉を聞こうとはな。陛下、私は臆病で申し上げているのではございませぬ。我がパルス軍の騎兵が極めて強力であることは諸国に知れ渡っております。それなのになぜルシタニア軍はことさら騎兵戦に有利な平原で我が軍を待ち受けているのでしょうか。何やら罠を仕掛けていると思えます。チリに暗いルシタニアの蛮人どもがか。ルシタニア軍に手引きする者がいれば
彼らが地理に暗いとは言えなくなります。我が国の者が万人どもに協力しているとありえぬ。お言葉ですがありえることです。逃亡した奴隷が復讐のためにもルシタニアに協力するかもしれません。奴隷がどうしたと？何やら利口げな口を聞くと思ったら、あの追放者ナルサスめにろくでもない考えを吹き込まれたか。ナルサスとは友人ではありますが、ここ数年一度も会っておりませぬ。あやつが友人だとよく言った。何時のマルズバーンの任を解く。マルダーンとシールギールの称号を取り上げるのがせめてもの情けと思え。出て行け。ん？父上。呼びもせぬのに何をしに来たか、アルスラン。お前は引っ込んでおれ。この旅外者が体温ある陛下に口答えするとは何事か。陛下、不心得な負い目が失礼をいたしました。この老骨目がお詫びいたしまする。もうよいバフリーズ。ダリウン、復職の機会をくれてやろう。本陣付きの騎士としてこの度の戦に挑め。武勲次第で罪をあがなうこともできよう。ご幸恩、感謝の言葉もございません。なんだ、まだおったのか。すぐ出て行きます。ご安心を。殿下にはとんだご迷惑をおかけしました。お許しください。構わないよ。お前は正しいことを言ったのだろ。はい、カーランドのも同じように考えておいでです。陛下にご忠告申し上げた方が良いだろうと。そうか、カーランは私の意を汲んでくれたのだな。国王陛下はもう少し王太子殿下に配慮があっても良いと思いますが、何かにつけ厳しすぎます。ダリュー、アルスラーン殿下のお顔立ちをどう思う？何を唐突に。国王と王妃とどちらに似ておいでだろうか。強いて言えば王妃様の方でしょうか。そうか、なるほど。国王陛下には似ておられぬか。ダリオン、アルスラーン殿下に忠誠を誓ってくれぬか。何を今さら。私はパルス王家に常に忠誠を尽くすつもりでおります。殿下個人にじゃよ、ダリオン。わかりました。叔父上がお望みとあらば。剣にかけて誓うか。はい、剣にかけて。お前は我が国で五本の指に入るマルダーン・フ・マルダン。お前にだけは殿下のお味方であってほしいのじゃよ。殿下、この平原はあまりにも広大です。徒歩よりも馬で進む方がよろしいかと。これはルシタニアの蛮族どもの勢い、侮れませぬな。闇雲に進軍してはすぐに囲まれましょう。周辺の敵を排除しつつ進むのはよろしいかと。守りを固めろ。奴らを通してはならぬ。障壁で道が塞がれておりますが、敵の邪魔さえ入らねば突撃で壊せるのですが。これが戦場か。
お前などに負けはせぬぞ。これで障壁を破壊できます。夜叉神ここにも障壁が。アトロパテナの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進むのは危険そうだな。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。私も精一杯力を尽くしますぞ。
我らも共に。なすべきことを果たすまで。前線に兵が十分集まりましたね。彼らをまとめ敵軍を蹴散らされてはいかがでしょう。こんなところに穴が。これは水？いや、油だ。ルシタニアの奴ら、俺たちを火攻めにする気だぞ。ている兵、負傷している。助けてやらねば。殿下、よくご無事で。急ぎ本隊と合流しましょう。当たってくれ。ああ今無事であればいいのだが。私も真のマルダーになれたか。まさか助けが来るとは思いませんでした。おい、いたぞ、パルスの犬だ。見つかったか。だがやられるわけにはいかない。
担当だ。やっちまえ。殿下、ここは我々に任せ、先をお急ぎください。当たってくれ、今だ。必ず生き延びてくれ。ここで死んでいただこう。ダリューン、国王陛下はわしらを守れている上、この主はアルスランデンカを治めている。殿下、